はい、ユーレックスです。さあ、今回ね、このチャンネルはですね、ユーレックスプランツスタイル、多肉専門チャンネルとなっております。アガベ、サボテン、ディッキア、アロエとかですね、また、開墾植物も含めて、最近ね、流行っている植物にね、スポットを当てて、いろいろとね、皆さんに植物を紹介したり、お店の紹介をしたりしているチャンネルです。はい。ぜひね、チャンネル登録して、皆さんね、見てください。はい。それではね、今回何をしていくかと申しますと、今回ね、新しい企画をやっていきたいと思っています。題して、視聴者さん参加型のぼっちトークっていうことですね。はい。ぼっちトークなのに、視聴者参加型ってどういうことって感じなんですけど、まあ、ぼっちトークっていうのはね、僕、ユーデックスがもうね、ただ一人でひたすら、もう植物のことをね、いっぱい話をしていきます。トークをしていきます。で、それに対して、これを見ている皆さんですね、が、コメントをぜひください。はい。皆さんぜひ僕のこのね、トークに対していろんなね、コメントをしてくださると、このね、企画が成立します。はい。コメントをしないと、本当に僕が一人でぼっちトークしてることになっちゃうので、視聴者参加型って言われてね、ぜひ皆さんね、コメントをください。で、早速なんですけども、今回ね、このぼっちトークをするにあたって、やっぱね、テーマが必要だと思うので、テーマを決めていきたいんですけど、今ね、時期的に、2月にね、これ撮影しているんですけど、まあ、冬越しにね、当たる期間なので、冬越しのね、水やりっていうのを、ちょっとテーマに、トークを、ぼっちトークを進めていきたいと思っています。はい、じゃあね、早速、ぼっちトーク。今回は冬越しの水やり、皆さんどうしていますかってことなんですけど、もうね、ここからぼっちトークに入っていくので、もうね、皆さんもね、随時いろいろとコメントを、いただきたいと思っています。で、まずね、僕、水やり、僕はもう植物を始めてから、もうね、4年目の春になると思います。で、今ね、冬越しもなので3回目っていう感じになるんですけど、まずね、僕は植物をすべてですね、まあ盆栽とかも実はやってるんですけど、まあ多肉に限ってですね、多肉開墾とかに限ってはすべて室内で育てています。で、今後ろにね、もうご覧のように室内に簡易温室を建ててわざわざね栽培をしています。で、まずこれを前提に踏まえてこのね水やりをね、どうしているかっていうね話を進めていきたいと思っています。はい。で、我が家にはですね、開墾植物、グラキリスやパキプスなど、で、またね、サボテン、ディッキアですね、で、アガベ、で、今最近ね、ブームになっているアロエとかも、育てています。はい。で、やはりね、これだけいっぱい植物があると、我が家もね、300株ぐらいあるんですけど、このね、冬越しの水やりっていうのは、結構ね、神経を使うものです。っていうのも、冬なのでね、水やりのペースは、まあね、成長期のね、春、秋に比べると減るんですけど、逆に回数が少ないからこそ、まずね、どのタイミングであげようっていうのが、すごくね、毎回毎回ね、悩ましいところなんですよね。僕は、まずね、大前提として、これは植物は生き物であって、でね、人間とね、同じですよね。で、皆さんね、真夏って、もう、ジャブ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 ね、飲み物飲むと思うんですけど、もう僕もね、もうなんか5分おきぐらいに夏場はね、もうどんどんこまめに水をね、飲み物を飲む人なんですけど、で、ただ冬場になると、やっぱね、飲む回数も量もね、減りますよね。もう、これがやっぱりね、一番、こう、ヒントと言いますか、植物を育てる上ですごくヒントで、植物もね、やっぱり、こう、冬になると、水やりのね、回数がまず大前提で、ね、減ります。はい。で、じゃあ減るけど、人間みたいにね、なんか、コミュニケーション取れれば、今喉乾いたんだけど、とか、早く俺ちょっとコーラ飲みてえとか、ビール飲みたいんだけど、とかって、ね、植物が言ってくれれば、すごくね、なんか、わかった、じゃああげるわってあげれるんですけどね。なかなか植物とコミュニケーションを取るっていうのもね、なかなか難しいですよね。なので、それでこそ、こう、水やりをあげるタイミングっていうのが、すごく、ね、やっぱり、植物をやられてる方はね、よくご存知だと思うんですけど、難しいっていうのがありますよね。なので僕も、
こうやっぱ植物をね、毎回冬越しですね、水やりをするときにこう上げるタイミングっていうのはすごくね、いろいろと、例えば気温を、ね、ニュースとかスマホとかで調べて、高い気温が高い時にお水をあげるとか、で水をあげる量とかもこう植物のね、はい、育てている株の大きさとか、鉢の大きさとか、によって全然ね、変わってくるので、やっぱね、ここのね、水やりって実はすごくね、この、今回テーマにしたんですけど、すごく答えがない。ね、実はこんなこと言っちゃいけないですけど、答えがないんですよね。答えがない。で、これって答えがないってどういうことかというと、結構ね、植物チャンネルをやっている方でね、結構冬越しの仕方とか、もうプロの方が、いろいろとね、参考動画を上げてますけど、これ実は答えないって僕思ってるんですよね。なんでかというと、もうね、本当に育ててる環境によって違うっていうのがまず一つだと思ってるんですよ。じゃあ、どうしたらいいのっていうところがね、今ここからトークの本題になってくると思うんですけど、やっぱりね、植物をこうね、育ててる上で、やっぱりね、まず第一番は、観察するってことなんですよ。で、この観察するってことはどういうことなのかっていうことなんですけど、変化していることにね、気づくっていうことが大事だと思ってます。このね、変化に気づくか気づかないかで、ね、植物栽培って大きく変わってくると思ってます。で、これってね、冬場でもですね、結構、変化っていうのが現れると思ってます。よくね、開墾植物とか、まあ、多肉植物もですけど、休眠期と言われていて、まあ、ね、完全断水をしてっていうふうにね、皆さんよく言ってますけど、まあね、このね、休眠期でも、やっぱりね、植物も生き物なので、成長しているので、やっぱね、変化っていうのがあります。はい。でね、これね、ここから面白いんですけど、前回の動画で、アロエのね、ある変化にね、ちょっとテーマを置きまして動画を撮ったんですけど、こちらもね、ぜひ動画、見ていただきたいんですけど、ここからちょっと面白いのが、まあ、せっかくなので、まあね、ちょっと前回はまたね、違うアロエだったんですけど、こちらですね。こちらね、アロエのね、ハイブリッドになります。交配のアロエになるんですけど、皆さんね、今見ていただけるとわかると思うんですけど、色がね、実は、ちょっと緑色してるのがわかりますかね。はい。で、葉先が、このようにね、ピンク色してますよね。で、これ前回見てる方はまた同じこといいだろうと思ってるかもしれないですけど、これね、もう簡単に説明しますと、実はね、もう1ヶ月前とか、では、真っピンクでした。全部株が。でも今、緑色に変化したんですけど、これはね、気温の変化とか、室内のね、温度によって、色が変化したっていうことなんですけど、まあね、植物って、まあこういった感じで、変化をします。で、この変化に気づけるかっていうところがすごく大事なんですよね。で、特にね、多肉植物とか、アロエとか、まあ、そういったものはですね、冬場になると色の変化が起きたりっていうこともありますし、ただ、開墾植物とか、グラキリス、パキプスとかね、開墾植物系を育てている方は夏型ですよね、パキポリウム系を育てている方は落葉してしまって、なかなか変化に気づけないっていうのもね、あるんですけど、結構ね、株をね、例えば触ってみたりとか、すごくね、株を触ったらすごく冷えてたとか、枝の先とかですね、よく見てみると、結構ね、室内で育ててる方は、もうね、葉っぱがね、ちょっと新しい葉っぱが出始めてたりとかっていう時もあるんですよね。で、そういう変化に気づくかっていうところがすごくポイントで、で、ここから、このね、変化に気づいてからお水をあげるっていうことなんですけど、このね、お水をあげるっていうのが一番冬場大変で、真夏のように、ね、もうジャブジャブガブガブガブ上げちゃうと、ね、気温が低いので、蜂のね、乾くね、ペースがね、夏場よりもね、期間が長いんですよね。で、この期間が長いってことは、蜂の中が蒸れてしまって、最終的に根腐れをしてしまって、株が調子おかしくなっちゃうってことになって、ちょっと星になっちゃうってことになっちゃうので、冬場はね、水やりをね、量、まず、僕は減らしてます。で、これポイントなのが、鉢によってね、大きさがあるので、このね、水やりをあげる量を減らすって一言で言っても、いや、どれぐらいあげれやねんって、多分ね、これを見てる皆さん思ってると思うし、僕もそう思ってます。もう僕も毎回、今これどんだけ水あげたらいいんだろうみたいな。
で、一番ここで冬場の水やりで大事なのが、すごくね、重要なのが、一番困ったら、水の量をですね、もう本当に、なんていうんですかね、例えば、はい、まあ、例えばね、これぐらいのね、もう、二号鉢ぐらいの鉢の大きさなんですけど、このね、二号鉢サイズに対して、アロエのね、大きさがこちらです。で、お水やりをね、夏場はね、いっぱいあげますよね。もうよく言う鉢底からみたいな。で、そういう場合、あのね、冬場は、僕は、もうね、この全体というよりますか、この根っこが生えている、この下のらへんが少し濡れる程度、まあ、簡単には湿らす程度にしてます。で、もうなんで、もうジャブ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 あげるっていうよりかは、根っこが水をちゃんと吸してあげれる量だけです。で、水やる、あげるね、この期間ってどれぐらいみたいな。1週間なの ?10 日なのっていろいろね、なんか、今はね、本当に情報化社会なので、SNS もあるので、10日っていう人もいたり、2週間に1回って言ったり、1ヶ月断水してっていう人もいたりとか、言うと思うんですけど、結構僕は、もうね、もう夏場と同じように、これね、持ってみて、鉢が軽い時。で、土のね、表面も必ず乾いているっていうのを条件、最低条件で水をあげるんですけど、僕はね、一番最初の話に戻るんですけど、室内で育ててます。で、こちらね、参考にしていただけると嬉しいんですけど、今、夕方の3時頃なんですけど、はい、こちら今ね、室内の気温が20度です。室内温度が20度です。はい。で、室内温度が20度。で、夜はだいたいね、10度を以下切る時もあります。はい。で、それぐらいの目安で、もう僕は必ず、お昼頃、まあ、簡単に言うと正午の時にお水をあげてます。で、気温が少しでも高い時にお水をあげて、もうね、夜になる頃には、もうね、少し、もう鉢の中も、水がね、ほぼ乾いている状態にしています。はい。で、こんな感じで、このね、僕の目安としては、このなんか、お水をあげる量っていうよりかは、根っこがちゃんとお水を吸収してくれる程度あげるって感じです。で、あげる頻度に関しては、僕はさっき言った通り、気温がね、もう昼でも20度ぐらいになります。なので、結構ね、完全休眠っていうよりかは、まあ、ちょっとね、まあ、人間と同じように水やりの量が減ってるって感じなので、僕は結構、今回、アロエとか、これはアロエですけど、アロエとか多肉植物とかですね、サボテンに関しては、結構10日から、まあ、長くても2週間以内には水をあげてます。はい。で、まあもちろんこれ株のその品種とか種類によってね、まああげない方がいい品種もあるとは思うんで、ちょっと今回その細かい部分とか、その品種によってね、限られちゃうと思うんですけど、まあ大まかに聞いていただきたいんですけど、まあね、まあそういった感じでお水を冬越し、あげてます。結構ね、これ水やりってやっぱ、さっきもね、言った通り答えがないので、やっぱね、一番は、さっき言ったように、変化にまず気づくことっていうことですね。なので、日々観察。もう毎日、まあ、お仕事している方ね、学校生活している方とか、主婦の方とか、いろんな方いると思うんですけど、もうね、1日、もうね、5分とかでもいいので、植物を観察する。で、その、もうね、忘れちゃう方はノートに書いてもいいと思うし、写真にね、今 SNS があるとか思うんで、写真に撮って収めておくだけでもいいので、このね、観察をして、この変化してることにね、気づくってことがまず大事だと思います。で、変化してるってことはね、やっぱり成長してるし、何かしら何か、植物がね、コミュニケーションとかサインをしているので、その子に対して水をね、どれぐらいあげようかなとか、まあ確かにね、品種によっては、もうね、ほんと1ヶ月程度断水してもね、問題ない、植物もあると思います。例えばベランダで育てている方とかは、やっぱりね、お外の気温と同じなので、まあそういった植物に対しては、ほぼね、やっぱり1月とか2月はね、
断水している方も多いと思いますし、まあ、こういった感じで、まあ、その環境とか自分の皆さんの育てているスタイルですね、そこのボタニカルスタイルに合わせて植物を観察して、お水をあげてあげるっていうことですね。はい。でね、今回もね、このね、ぼっちトークで視聴者参加型、トークってコメントぜひくださいってことなんですけど、このね、今回このね、冬場の水やりにね、スポット当ててちょっとねトークをしていきました。でね、ぜひね、これ視聴者参加型なので皆さんもねぜひぜひあのねコメントをください。いやちょっとユーディクスそれちょっと間違ってるとこあるよとかあればもうぜひツッコミコメントしてください。はい。ただその代わりディスらないようにお願いします。はい。でね、もうディスってもいいですけど、ちょっと僕がね、夜寝るときにね、涙を流す程度だと思うんですけど、植物やられてる方はいい方が多いと思ってるので、温かいコメントをお持ちしてるんですけど、でもね、ぜひいろんなコメントをね、これしていただけると、これね、この動画、チャンネルが皆さんにとっての、なんていうんですかね、その情報の共有の場として、成立すると思いますし、このね、動画企画が成立していくと思っています。で、皆さんもね、ぜひこのね、UDXプランツスタイルをですね、皆さんのボタニカルスタイルとね、見合わせて、このなんか参考にしていただけたらすごく嬉しいです。はい。で、今回このぼっちトーク視聴者参加型、コメントくださいっていうことでね。ちょっとね、コメント企画、企画のね、名前がね、まだ漠然としてるので、この、コメント、企画のね、名前もぜひね、なんかおすすめなのがあったらね、コメントください。はい。まあ、こういった感じでね、今回この、企画進めていきました。皆さん、いかがだったでしょうか。今回もね、この動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。はい。それではね、またぜひお会いしましょう。